手動で操作するときは手前に引きます。その時はブレーキ必要ありません。ジャパンカーレスキュー就職したい企業第1位、ジャパンカーレスキュー広報部エリです。今日はルーミーの社内からお送りしております。今回はルーミー説明書としまして、電動パーキングブレーキ、ブレーキホールドの使い方を説明していきます。このルーミーで久しぶりに車を買い替えましたという方も、初めて電動パーキングブレーキ、ブレーキホールドを使われる方もいらっしゃるかと思いますので、そちらを説明していきたいと思います。ジャパンカーレスキューではルーミーのいろいろな説明動画を投稿しておりますので、よかったらぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは早速ルーミー電動パーキングブレーキ、ブレーキホールド見ていきます。まずは電動パーキングブレーキから説明していきます。電動パーキングブレーキのスイッチはこちらです。今車パーキングに入っております。こちらパーキングに入っていると自動でパーキングブレーキかかるようになっています。こちらここですね、 P のマーク出ております。特に何の操作もしなくてもパーキングに入れると自動でパーキングブレーキをかけてくれます。やってみます。パーキングに入っております。その状態で電動パーキングブレーキかかっております。これ自動で解除してくれます。一度ドライブに入れます。ドライブに入れました。ドライブに入れた状態でまだ電動パーキングブレーキかかっております。かかってるのでブレーキを離してもパーキングブレーキで止まってくれています。ですがここでアクセルをちょんと踏みますと自動で解除してくれます。解除して走り出せるようになってます。ですので特に解除の操作は必要ありません。またパーキングに入れます。パーキングに入れますと自動で電動パーキングブレーキをかけてくれるというものですね。とっても便利になってます。ストレンジ R の場合も同様です。 R に切り替えます。この時はまだパーキングブレーキかかってますけれども、ここでアクセルを踏みますと解除されまして動き出せるというものですね。ですので動き始めブレーキを離すとすぐ走り出してしまうということがないので、とても便利かと思います。ただ若干ですね、パーキングブレーキかかってましたのでアクセルを踏み出すとクンと走り出すっていうような感覚はあるかと思いますので、最初のうちはちょっと若干戸惑うかなという感じですかね。電動パーキングブレーキからクリープ現象というのが起きないので、クッといきなり走り出すような感覚を受けるかもしれません。ではまたパーキングに戻します。そうしますと作動音がしましてパーキングブレーキかかってくれています。とっても便利な機能です。通常は電動パーキングブレーキオートで入れてくれるようになっています。ただマニュアルで操作することも可能です。あまりパーキングブレーキをかけたくないなという状況はないかとは思いますけれども、こちらのスイッチを押しますと、ブレーキを踏みながらスイッチを操作してくださいと出ますので、ブレーキ踏みます。そして、ボタンを押しますと解除できます。これで今パーキングブレーキはかかってないです。ただパーキングに入ってるので車自体は止まっていますけれども、パーキングブレーキは解除できます。手動で操作するときは手前に引きます。そのときはブレーキ必要ありません。また P のマーク点灯しまして電動パーキングブレーキがかかるというものです。こちらが手動での操作になります。ブレーキを踏みながら押して解除、ブレーキを踏まないで手前に引いて電動パーキングブレーキをかけることができます。電動パーキングブレーキオートモードとマニュアルモードがあります。通常はオートモードで使っていただいた方がいいかなと思います。パーキングから別のシフトに移動した時アクセルを踏むと自動で解除されますし、またパーキングに入れるとまた自動で電動パーキングブレーキをかけてくれるというものなんですけれども、一応マニュアルモードにすることもできます。マニュアルモードにするにはマニュアルで操作したようにパーキングブレーキを踏みながら押して解除します。そうしますと解除されました。そしてさらにこのブレーキを踏んだ状態でこちらのスイッチ長押しします。そうするとピピッと音が鳴りまして、パーキングブレーキ自動オフとなっております。ですのでこの場合はですね、パーキングブレーキ手前に引いてかけました。かけてシフトをちょっと今後ろに、前には行けないので後ろに下がります。Rにしました。が、
これでもアクセルで解除してくれるので問題なく使えるとは思います。解除の操作というのは必要ありませんけれども、次に止まってパーキングに入れ直した時には自動でパーキングブレーキをかけてくれないので、この時は引いてかけます。もう一度やってみます。この状態でバックに入れます。ブレーキを離しただけでは電動パーキングブレーキ効いてますので走り出しません。アクセルを踏みます。で解除になって走り出します。止まりたい位置に止まりまして、パーキングに入れても自動ではパーキングブレーキがかかりません。現在マニュアルモードになっているので、オートモードをオンにしたいと思います。オートモードをオンにするには一度パーキングブレーキをかけます。パーキングブレーキをかけたいときは手前に引きます。そうしますとかかります。そしてパーキングブレーキがかかった状態でブレーキペダルを踏みながら、シフト連動オンということでこれでかかりました。特によっぽどのこだわりがない限りはオートモードで使っていただいて問題ないと思いますので、パーキングブレーキのスイッチ操作するという機会はないかもしれませんけれども、こういう感じでブレーキを踏みながら押して解除、ブレーキを踏まずに手前に引いてパーキングブレーキかけることができます。通常は特に操作する必要はないですけれども、いざという時もしかすると操作する可能性もありますので、覚えておいていただくといいのかなと思います。ジャパンカーレスキュー。それでは2つ目、ブレーキホールドをご説明していきます。ブレーキホールドもとても便利な機能です。ブレーキホールドを使う条件としましては、シフトがドライブに入っていること、そしてシートベルトを着用していること、この状態でホールドのスイッチを押します。そうしますとメーターホールドと出まして、これでブレーキ今離しました。離したんですがブレーキホールドがかかっていて、ドライブの状態ですけれども走り出さないという風になってます。ですので信号待ちの時ですね、一旦きちんと停止してしまえば、あとはブレーキホールドでホールドしてくれますので、ブレーキペダルから足を外せるというものです。これとても便利ですね。信号待ちとかで足を少し休ませることができるので、長距離運転される方ですとか、信号でのストップ&ゴーが多い道など非常に便利かと思います。ブレーキホールドを解除して走り出すのはアクセルをちょんと踏みます。そうするとオレンジのホールドマークが出ているときはブレーキホールドが作動している状態です。作動していて車が今ドライブに入ってますけれども止まっていてくれるという状況です。R に入れた場合はブレーキホールド解除しましたということでクリープ現象効きますので、ブレーキを外してしまうと動き出します。ここでまたドライブに入れます。でもこの時はホールドとオレンジのマーク出てますので、今ブレーキペダル外しましたけれども止まってきてくれます。このホールドという緑のマークはブレーキホールドを使えますよという点灯のライトです。すごく便利な機能ですが、注意点も一つあります。一度パーキングに入れます。この時はパーキングブレーキがかかるのでブレーキホールド解除しましたということで出ましたね。パーキングに入りましたのでエンジンを切ります。そうするとパーキングブレーキは作動していますね。でまたブレーキを踏みながらエンジンをかけます。そうするとですね、メーターの表示見ていただくと分かるんですけれども、ブレーキホールドの緑色の作動ランプ消えてしまいます。エンジンを一度オフにすると、ブレーキホールドを使っていたというのが残らないので消えてしまいます。こちらのルーミーにはブレーキホールドのメモリー機能がないので、エンジンを一度消してしまうと、ブレーキホールドをしていたことを忘れてしまいますので、また使いたい時はドライブに入れて、ブレーキを踏んでいる状態でブレーキホールドを押します。こうするとホールドと出てます。今は初回だけはホールドのオレンジのランプ点灯しませんね。ただし車は止まっています。ここでアクセルを踏んで、また止まります。
そうしますと、ちゃんと今度はオレンジのホールドのランプつきましたね。これでホールド作動中です。こちらもとっても便利な機能ですので、ぜひ使っていただきたいなと思います。走ってる時は便利なのであまり解除することもないとは思いますけれども、このドライブの状態でブレーキを踏みまして、ホールドのスイッチを押しますと、ブレーキホールド解除されます。これだとグリップ便乗で走り出しますので、ご注意ください。では、パーキングに戻します。以上、ルーミーの電動パーキングブレーキ、ブレーキホールドの使い方でした。非常に便利な機能ですので、ぜひ使っていただきたいなと思います。この動画が良かったら、高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。動画見てくれておおきに。ほなね。